こんにちは、こんばんは、おはようございます、リエコちゃんです。ちょっと仮面ライダーっぽいっしょ、仮面ライダーっぽいと思うんだけど、いやなんかさっきね、ちょっとやる前に話させて、メッツのコーラあんじゃん、キリンメッツコーラ、なんかね、グラサンがついてたんですよ、ほらすごくない、グラサン、ファッショングラサンだって、ファッション用グラス、いいじゃん、ファッションといえばやっぱギコさんかなと思ってるんで、早速ちょっとね、つけてみよう。おー、あ、これあれだね、あ、これいいね、あ、いいじゃん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 、いいんじゃないこれ。たかしず TV のたかし K G ってことでいいかな。というわけで、今回はサジというね、最近あの夢玉ガチャで出てくる新キャラいるじゃない、あれを使ってつくよみにちょっと挑戦してみようかなと思うので、早速やっていこうかと思います。ちょっと今も時間がね、6時前なんですよ。ちょっと出かけてて、使うキャラクターはサジだけど、今は6時。さあやっていこう。よいしょ。さあやっていこう、早速ね。サジは攻撃力足りんのかな？はい、こんなキャラです。最大レベル99で運極にすることができます。そしてスピード型であり、妖精キラー、サムライキラー、そしてゲージでアンチ重力バリアがついてます。で、ストライクショットもスピードとパワーがアップするっていう、結構18ターンで使える割には結構いいんじゃないのっていうようなものに仕上がってるという形ですね。なんで早速ちょっとやってみましょう。ほう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 、使える使える、強い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 、ウリエルみたいだね、速いし、まあ、スピード型じゃないっていうのはちょっとあれだけど、まあ、でもスピード型じゃなかったとしてもいいんじゃないこのキャラは。あ、やべえ、ミスった。いや、かなり有用なキャラじゃないこれ、無料にしては。これはね、運極にした方がいいっすよ皆さん。私はしませんけど、私はしません、絶対に。そういう面倒くさい作業ね、苦手なの。あー、やべえ、ミスったった、ミスったった。面倒くちゃい作業はね、できない人なんでね。行くぞ、下のウリエルに当てる。これで勝ちだ、確定だ。で、次がサジちゃんか。サッちゃんね。サッちゃんはね、サチコって言うんだ、本当はね。だけど、ちっちゃいから、自分のこと、ツッチですって言うんだよ。悲しいな、ツッちゃん。はい、飛んでいこう。あ、いいね、いいね。おー、いいね、いいね。いやー、いいね、いいよ。おー、いいね、いいよ。あ、素晴らしい。失神しなかったのがちょっと痛いけどね。へえ、サジちゃん使えるんだ。不思議なもんだめな。これ、いろいろ使えるんだな、これ。不思議なもんだな。まあ、俺のメンツはね、ウリエル、もう一匹いるから。もう一匹のウリエルは私はあれにしました。あの進化の方に戻しました。はい。ちょっとね、神化でもいいんですけどね、神化3匹を使うことはないかなと。戦闘を運極にするようになったから、最近はこのつくよみとかでもね、あんま使うことねえんじゃないかなと思っております。ここいいね、ワンパンだし、サジちゃんでも強え。これかなり安定するんじゃん。これ運極にしたかった俺、今更もしたくないよ。これは運極にするとつくよみはかどるね、かなり。あれよりマシだわ、あのなんだっけ、光村様よりここ絶対使いやすい。これは今更やろうかな。今更間に合う、今からやってめっちゃ心配なんだけど、それが。よいしょ、ピヤ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 、今からやって間に合うでしょうか。もう11月1日なんですけどね。あ、10月31日かな、そうだ。さあ、サジちゃんの番か。おー、いいね、いいね。さっちゃん、いいね、そっちか。いいね、いいね、いいね、いいね。よいしょー。飛んでいこう。よこらせ。よいしょ。ぐわっ。強いじゃん、結構。65枚いったよ、これ。さっちゃん。結構安定してるしね。使いやすいわ。皆さん、これぜひ運極にしてください。マジで。マジで。
いしょ。おお、つえサジとあんま変わんないね。でもね、66万だろ。あんま変わんないね、攻撃力。ちょっと下ぐらい。ウリエルとサジはそんな大差はないね、言うほど。下から行こう。そうすれば全部倒せる。結構慣れてきたからね。わあ、しかもこれ跳ね返ってくんだ。アシュラみたい。へえ、面白え。面白え、輝け。面白え。よし、行こう。あ、もうなんか早いし。しかも。いや、これいいね。あ、これはいいわ。あ、これ、運極にしたいな。サジッちゃん。かなり強いじゃん。かなり強い。かなり使えるじゃん、これ。おい。言ってねえぞ、そんなこと。ずるいぞ。卑怯だぞ。これ、運極持ってる人。右が、あ。あれ、左が無視して。右は無視したよ。うん、オッケー。当たらないね。無視。サジッちゃんじゃん。あ、強いけど、あ、パワーダウンしてるとダメだ。あ、でも倒した。パワーダウンしちゃうと、ウリエルよりも攻撃力低いから、ワンパンできなくなっちゃうから、きついね。同族過激とかつけてあげれば、あの、他のキャラクターでね、いいんじゃないでしょうか。多分。倒せねえのかよ。これね、結構めんどくちゃいんだよ、これ。したら、こうすれば大丈夫かな。OK! シールドも壊したから、これで復活が最低限に抑えられる。あ、よし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 。さあ、行くぞ。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。いいんじゃない？ HP はちょっと低いな。4042。42って数字は見ていただきたい。うう、強い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 。サジッちゃんもしかもスピードアップするから安定するしね。最終ステージの、なんだあれ。まあ、あれだよ。あの、殲滅力。安定してくると思うんですよ。いいんじゃない？よしよしよし。うん、おお、いいね。もうこれはもう倒しに行きましょう。よいしょ。倒せる。オッケー。次がサジッちゃん。いいとこにいいんじゃん、サジッちゃんも。あ、ちょっと上投げちゃったけど。まあまあまあ、でもいいや。まだストライクショット使わない。あ、使うわ。使わないとダメだ。パワーダウンしてた。使おう。よいしょ。これパワーアップするからワンパンできる。オッケーオッケーオッケー。殲滅に使えるよね。ラストステージまで残しとけば完璧に、あれじゃないですか。残せるやつじゃないですか、これ。すごいな。ユーピヨっちゃいなよ。あ、そっちか。ウリエルに当てたいな。オッケー。あ、ピヨなかった。残念。あ、でも、ボスの HP 全然削れてないよ。これはまずい。ボスの HP が全然削れてない。これはね、自利品で負けちゃうやつになっちゃうから、なるべく削っていこう。よいしょ。オッケー。28万。最後ね、つくよめがね、2匹出てくるんでね、あんまり気にしなくてもいいのかもしれないけど。それマジ？全然ボスに当たらないのダメージ。珍しいな、俺これ。あー、ピヨってくんねえか。きついな。おらおらおら、結構与えた。そろそろ2匹に来ちゃうかな。あ、来ちゃった。
2匹目が来ちゃったから、2匹目が来たらね結構楽になってくるはず。確かに。ほら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 結構楽になる。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どんだけ復活しても大丈夫だよ。なぜなら私はウリエルを使っていた。倒したでしょ。 OK! 貫通タイプだったら結構余裕にクリアできるんだな。頼む、1個落ちて。1個でいい。1個、ワンコワンコワンコお願いします。なんでやねん。はい、というわけでサジは使えるというね形になりましたね。攻撃力ダウンはワクワクの実の過激化で補ってあげるか、もしくはストライクショットでパワーアップしてあげれば確実にワンパンできるという形になってます。パワーダウンしてもね。ということでね、以上、キーコちゃんでした。